狸工事3丁目に誕生する札幌大通り水族館新札幌のサンピアザ水族館に続き札幌では2カ所目ですこの水族館が入るのは高さおよそ120メートル地上28階建ての複合ビルマンションや商業施設も入る中4階から6階部分の床面積5100平方メートルにわたって作られます 観光客だけではなく地域の人が日常使いできる都市型水族館で札幌の街に新たな賑わいを生み出すことを目指しています。水族館が入る複合ビルは再来年の6月以降に開業予定です。